カピバラとマーラの、動物のお話をですね、少しした後に、お話を最後まで聞いてくださったお客様にですね、なんと餌のプレゼント、カピバラがですね、こちら私の方にですね、通ろうとしているので、できればですね、カピバラさんのために通路を作ってあげてください。はい、では、角が余ったので、大人の方もですね、あげてみたい方、ちょっと早いものだしで